こんにちは、千葉です。今回はラムダヘルパー関数の中のこちらのマップについて解説します。 今回解説するラムダヘルパー関数のマップですが、まずはこちらのマップの基本的な使い方を解説します。ここに1から9までセルに数値が入力されている 3×3 のセル範囲があります。それではここのセルにマップの関数を使った数式を入力してみます。イコール、マップ。で、マップの関数の第一引数はアレイなので配列ですね。今回指定する配列はここからここまでのセル範囲です。で、次に、 ラムダはアレイにって書いてるんですけども、まずはここにラムダの関数式を入れてみます。ラムダ。で、ラムダの第一引数のパラメータ、関数の引数ですね。これには今回 X という名前をつけて、この X の引数に入ってくる値は、マップの場合は、ここで指定した配列の中の一つ一つの値ですね。これ一個一個がラムダの X に入ってきます。で、その一個一個の X の値を引数にして、 どういう数式が実行されて欲しいのかっていうのをここに入力します。今回はお試しなので、x かける2でラムダのカッコを閉じて、マップのカッコを閉じます。こんな感じの数式を作ってみました。この数式の結果、マップで指定したこの配列、1から9までの配列の1個1個の値がラムダの x になって、で、この x の値が引数になって、x かける2。 なので、1個1個の値がかける2されるんですねで。そんな配列がこれによって出来上がります。Enter を押すと、こんな感じで、この配列の中の1個1個の値が2倍になった配列がマップによって出来上がります。マップの関数の引数にする配列が1個の場合はこんな感じですね。では、マップの関数で指定する配列の数がこのように2つだった場合ですね。こういった場合どうなるかというと、イコール、マップ。で、今回指定するあれ配列は、ここと、 あんまで、ここ。この二つをマップの配列として指定します。で、次に、ラムダ。そして、ラムダの関数に引数として渡される値は、今回マップの関数で指定した配列二つなので、この配列の中の一個一個の値と、こっちの配列の中の一個一個の値の二つになりますね。なので、その二つに、今回は、X と Y っていう名前をつけて、この X と Y を使って、どういう計算するか。今回も簡単に。 x す y っていうだけにしますね。で、ラムダのカッコ閉じて、マックのカッコも閉じる。と。これでエンターを押すと、こんな感じで2つの配列を元にして、それぞれの配列の中から1個1個の値をラムダの x と y に渡してやって、その2つの引数を使って x、x す y の値が配列として、このように作成されます。で、こちらも、 こちらも、マップで指定した配列にはすべて数値の値しか入ってませんでしたが、もちろん数値以外の値でも、マップの関数で計算することはできます。では、こんな感じで、文字列の配列と数値の配列を用意しました。では、ここに数式入力します。イコール、マップ。で、一つ目の配列はこれ。二つ目の配列はこれ。で、ラムダで。で、一つ目の配列のそれぞれの値に、X。 二つ目の配列のそれぞれの値に y って名前をつけて、で、この x と y を使ってで、この文字列をこの数値の回数分繰り返すっていうような数式にしてみたいと思います。リピートの x の文字を y 回繰り返す。で、リピートの括弧を閉じて、 ラムダのカッコ閉じて、マップのカッコも閉じると。とこんな感じの数式にしてみます。Enter 押すと、このように、この R,E,U であれば、それぞれ1回ずつ。a o かであれば、それぞれ2回ずつ繰り返してますね。で、キーク、K だと、それぞれ3回ずつ繰り返す。という感じの配列を、このマップによって作ることができます。これがマップの関数のごくごく基本的な使い方ですね。 それではマップ関数の基本的な使い方を解説したところで、では今度は実際にマップの関数を使う必要があるようなシーンですね。そういった実例を使って解説してみます。ここにこんな感じの値が用意してあります。この年というところで2023っていう年が指定されていて、月っていうところで2月っていう、この年と月がそれぞれ数値で 指定されています。で、このセルは今、アンダーバーの年っていう名前で定義されていて、このセルはアンダーバーの月っていう名前で定義されています。この2つの年と月の値を使って、この日付の列ですね。ここに2023年の2月1日から2月の末日までの日付の配列を作ります。まあ、これは別にマップとかは関係なく作れますね。では、AFE のグリッドの機能を使って、 この A4 のセルに数式を入力していきます。まあ、私は今回 AFE の機能を使って数式入力してますけども、この数式は数式バーだったりセルに入力していただいても問題ないです。では、もう最初からレッドの関数を使って数式を作ってみたいと思います。まずは、この年と月の数値を使って、1日の日付を作ります。で、まず最初の名前にアンダーバーで、開始日という名前を付けて、今の時点で開始日として欲しい日付っていうのは、 2023年の2月1日っていう日付が欲しいので、エイトの関数で、2023っていう年は、アンダーバーの年っていう名前で定義されてます。で月はアンダーバーの月と。で、日は1ですね。1日日付が欲しいので。とりあえずこの開始日だけ値確認してみます。エイト関数で最後に返ってきてほしい値が開始日です。っていう感じにして、Ctrl S で反映させると、こんな感じで2023年2月1日っていう日付が、 これによって書いていきます。では次に、2023年の2月1日から2023年の2月28日までの日数を作ります。アンダーバーで3つ。で、日数っていうのは、この開始日日付のこの月の末日の日が2月の日数ですね。なので、まずエンドオブマンスの関数で、この開始日の 日付の末日の日の付を取得しますこのエンドオブマウスの第二引数の0っていうのは、この日付の0ヶ月後の末日っていう意味なので、まあ、つまり当月の末日ですね。で、まあまた確認用に日数またはイレッドの最後に持ってきて、コントロール S 打つと、このり2023年の2月28日っていう末日になりますね。で、この末日の日を持ってくれば、それが2023年2月の日数になりますので、 デイの関数で、この末日の日付を囲んでやります。で、Ctrl S で反映させると、まあ、これ、日付フォーマットになっちゃってますけども、セルの書式を標準に戻すと、ちゃんと28になりますね。この開始日と日数があれば、あとはシークエンスの関数で日付の配列を作ることができます。アンダーバーで、日付、配列という名前で,で、数値の連番を作りたいので、シークエンスですね。 シークエンス関数の第一引数、ローなんですけども、これは行数なので、欲しい日付の行数っていうのは、この日数ですね。その月の日数が行数になりますので、アンダーバーの日数。第二引数のカラム図は一列なので、今回は省略します。スタートは日付の開始日。まあ、開始日っていうのは、これですね。先ほど作成した2023年2月1日なので、 アンダーバーの開始日。で、最後のステップは、今回は1日おきの日付のリストが欲しいので省略して OK。これで終わりですね。では、この日付配列を最後に Z 関数で返してくると。で、Ctrl S を押すと、こんな感じで2月1日から2月28日、末日までの配列が得られます。試しに2023年の3月にしてみます。Enter 押すと、このように3月末日までビョンと。 スピルで伸びますね。というわけで指定したこの年と月の数値を使ってその年月の日付のリストを作ることができました。ではこちらの日付のリストの曜日をここに持ってきます。まあ、曜日はテキスト関数を使ってこの日付のフォーマットを変更してやればいいので、イコールテキストで第1引数のテキストは A4 ハッシュ。 まあ、つまり、この A4 のセルに入力した数式によって出来上がる配列のことを指してますから、この日付全部のことですね。で、この日付のフォーマットを、組織は曜日にしたいので、AAA。この A が3文字だと、 コントロール S を押すと、このように曜日が1文字で出てきますね。A を4つにすると、水曜日とか木曜日っていう風に、曜日っていう文字もくっつきます。まあ、今回は曜日は1文字でいいので、A3 つにしときます。で、こちらの曜日も、この日付の配列を元にして作っているので、月を3に変更すると、このように日付と同時に曜日もビョンと伸びますね。2月にすれば減ります。 では、ここまでは事前準備です。では、この日付と曜日の配列を使って、曜日のナンバーが欲しい。まあ、曜日のナンバーって何のことを言ってるかっていうと、この日の水曜日っていうのは大難水曜日なんですかとか、この日の火曜日っていうのは大難火曜日なんですかっていうのをカウントした値がここに欲しいんですね。水曜日からこの月始まってるので、水から火まで。ここまでは全部1ですね。で、ここから下は2という感じで、 その月の中で、その曜日が何回目に来るのかっていうのを、ここの列で数えたいんですね。で、これ、配列とか一切関係なく、セル参照で数式作るんであれば、じゃここに数式入力してみます。イコール、まあ、おなじみのカウント IF ですね。で、第一引数は B4 から B の11までですね。で、B4 から うん、B の11まで、でこれ、このままだと全部相対参照になっちゃってるので、絶対参照にします。ドルマークをつけて、で、ここだけつけないですね。B の11のセルの行にだけドルマークつけない。まあ、なので、この数式を下とか上とかにコピーしても、B4、ここですね。 このスタートの位置は変わらないで、一つ横のセルまでセル範囲がどんどん伸びていくというような感じになりますね。で、このセル範囲の中から何探すかっていうと、B の11のセルの値を探すんですね。水曜日が何個あるかなので、なので B の11と。で、こっちも列だけドルマークつけると。で、Ctrl S を押して反映させて、もう水曜日は2回出てきてるので2ですね。で、この数式を上から下まで全部コピーすると、こんな感じで、 それぞれのセルで B4 から、つまり1日の曜日からその曜日までの範囲の同じ曜日をこうやってカウントするようになりますから、こんな感じで数式を作ることはできます。できるんですが、このやり方ですと、今は2月の日付と曜日の配列を作ってるんですが、じゃあこれ3月にしてみます。3に月を変更して Enter を押すと、こんな感じでスピルによって日付と曜日はビヨンと伸びてくれるんですけど、曜日ナンバー、 第何何曜日かっていうカウントしてるこのカウントイフのパスを使った数式の方は下まで伸びてくれないですね。この日付と曜日は配列がスピルによってビョンと自動的に伸びてくれるんですけど、こっちのカウントイフは一つ一つのセルにすべて数式入力して計算している状態になっているので、31日まで日付伸びたんだったらこれを下までこうやってコピーしてやんないといけなくなりますね。まあこれも数式コピーするのは別に苦じゃないとか。 まあ、あるいは、最初から31日分まで、こうやって数式コピーしておけば、あとは、まあ、これ2月にしたとしても、この曜日ナンバーのここら辺ゼロになるだけなので、まあ、こんな感じになっても別にあまり気にしませんとか言うんであれば、このやり方でいいと思うんですけど、今回はこのカウントイ f の数式を全てのセルにコピーするじゃなくて、一つの数式で、この曜日ナンバーの、まあ、第何何曜日かっていうのを、バッと一気に計算する配列を作ってみたいと思います。 では、一つ隣のこの曜日ナンバー、緑の方の、もうここですね。このセルに数式を入力します。で、ここで使うのが、今回のテーマのマップですね。で、第一引数の配列は、この日付の配列ですね。なので、A4 ハッシュです。A4 ハッシュ。これで、A4 のセルに入力されている、数式によって出来上がる配列全部なので、この日付全部のことを指しますね。で、第二引数は、もう一つの配列。こっちの曜日ですね。なので、 この二つの配列を使って、は、ラムダですね。で、ラムダの第一引数は、先ほど解説したときは、X と Y みたいな感じにしてましたけども、今回もうちょいわかりやすく名前を付けようと思います。一つ目の配列は、日付の値なので、アンダーバーで、デートって名前を付けます。で、二つ目の配列は、曜日の配列なので、 アンダーバーで Weekday っていう名前を付けます。で、このデイトと Weekday の値を使ってどんな計算してほしいのかですね。じゃあ、まずは月の1日、一番最初ですね。ここからその日までの曜日の配列を得るための数式を作ります。このアンダーバーのデイト、もうここに入ってくるのがこっちの日付の配列の一個一個の値なので、この全部の日付の配列の中からその行以下の日付を 抽出してくれればいいですね。日付の場合は小さいっていうとそれより前の日付ってことになるので、まあ、以下ってことで大丈夫ですで。日付の抽出、つまりフィルターを行うので、使う関数はフィルターの関数ですねで。第一引数は欲しい配列なので、今回欲しいのは曜日の、ここの配列ですから、この曜日の配列は B4 ハッシュですね。B4 ハッシュ。で、この B4 ハッシュの配列を フィルターするんですけども、フィルターする時の条件が、日付の全部の配列の中から、その行の日付以下の日付を抽出してくるっていう条件ですから、日付全部の配列の A4 ハッシュ。これが、それぞれの行の日付以下だったらいいんですね。それぞれの行の日付っていうのは、アンダーバーのデート。つまりこれですね。この A4 ハッシュの配列の中から、それぞれの日付の値が、このアンダーバーのデートの 数に入ってきますので、このののデイ以下の日付の配列が欲しいとでこれなんですけど、このままコントロール S を押しても、こんな感じでエラーになっちゃうんですね。っていうのも、今作った、これって、例えばこの2月の22日までだったら、水木金土日だーっと言って、で、水っていうそういう配列が得られてるんですね。で、そういう配列がこの一個一個のセルにあるような状態なんですね。なんですけど、この配列の一つの要素の中に、また配列があるような値っていうのは、 このシート上スピルでビョンと表現するっていうことができないんですね。まあ言うなれば、ここの一つのセルの中に一つ一つ何行もある配列があるような、埋め込まれているような状態ですので、これがパワークエリだと、テーブルの一個一個の値の中にまたテーブルが入ってたりとか、あるいはリストの一個一個の値の中にまたリストが入ってたりとか、そういう入れ子の構造のデータって持つことができるんですけど、Excel のシート上ではそういうデータって表現できないので、こういうエラーになっちゃうんですね。まあなので、 実際にこのフィルターによってそういう配列がちゃんと作られているのかっていうのをまず確認してみます。まあ、確認のためにちょっともう一個関数追加してテキスト、ジョインの関数を使ってこの配列を全部一つの文字列にくっつけます。結合しちゃいます。こんな感じで。このフィルターの関数によって作られる配列をこのカンマを区切り記号にして間に挟んで全部一つの文字列としてくっつけるっていうような感じの 一個の文字列にしちゃいます。これによって。で、これで Ctrl S を押すと、はい、こんな感じで。フィルターによってこういう配列は作られてるんですけども、まあ、今回チェックのために一時的にテキストジョインで一つの文字列にくっつけてみました。まあ、1日だったら1日だけなので、水曜日だけ。2日だったら水曜日と木曜日。この2つですね。で、一番下行くと、まあ、28日分がずらーっと。 配列になっているって状態ですね。これちゃんと一つ一つの配列の値で、1日からその日までの曜日の配列を得ることができてるっていうのが確認できました。とりあえず今回テキストジョインは、こういう配列がちゃんと作られてるのかっていう確認だけに作ったものなので、のテキストジョインはもう消しちゃいますね。このフィルターだけ残っている状態にします。これが、つまりこういう配列ですね。この配列の中から、その行の同じ曜日っていうのが何個あるのかっていうのを、 数えたいんですね。で、配列の中から、例えば土曜日が何個あるのか数えたいっていうような場合って、カウントイフとか使いたくなるんですけど、残念ながらカウントイフは使えないです。まあ実際にカウントイフでカウントしてみようとしますね。カウントイフで、で、最初の配列、これですね。で、この中から何探すかっていうと、その行の曜日なので、もうこれですね、アンダーバーのウィークデイを探しますっていう感じの数式を このカウントイフによって作ってみます。で、まあ、作ったはいいんですけども、もうすでにここで赤い中波線が入ってるので、まあ、エラーっていうのがもうすでに分かってるんですけど、これコントロール S を押してもうダメですね。こんな感じで形式が不適切ですって出てきちゃいます。まあ、つまりカウントイフでこういう数式は作れませんよってことですね。で、なんでカウントイフでこれダメかっていうと、まあ、いけそうなもんですよね。第一引数にあるのは、 このフィルターの関数によって作られる、まあこれ1個の文字列にしてますけど、実際はこういう曜日が連続してくっついた配列ですから、この配列の中から、まあ土曜日を探したり、日曜日を探したり、それで何個あるんですかっていうのをカウントするなので、まあ、これでいけそうな感じしなくもないんですけど、で残念ながらカウント F の関数っていうのは、第一引数で指定できるのってこのレインジ、まあ、つまりセル範囲だけなんですね。アレじゃないんですよ。まあ、つまりここって、 このセルからこのセルまでっていうような指定はできるんですけど、配列は指定できないんですね。まあ、正直、Excel で配列関係の機能を強化した時点で、この Count If だったり、Sum If だったり、Average If だったり、まあそう、なんとか If っていう感じの関数は全部レンジのまま残っちゃってるので、回収してほしいとこなんですけど、も、ま、う、あ、これ全部アレイにしといてほしいとこですよね。ですが、残念ながら今そうなってないので、Count If 使って、 この配列の中から同じ曜日が何個あるかっていうのを数えることができません。なので別の方法を取んなきゃいけないですね。ではどういう方法を取るかなんですけども、もここまでダメでした。ではどうするかというと、このフィルターの関数によって得られたこの曜日の配列のそれぞれの値が、イコール、ウィークデイと一致するかどうか。ウィークデイってつまり、この曜日ですね。 それぞれの行の曜日の値と一致するかどうかっていうのをこのイコールでチェックします。で、これこの状態でコントロールレースをしても、こんな感じでエラーですね。まあ、なぜならやっぱりこれは配列なので、配列を一個一個のこのセルでスピルとして表現できないので。というわけで再びテキストジョインで一時的に一つの文字列にくっつけてみます。テキストジョインでカンマ、ウルーでテキストジョインの括弧を閉じて、 こんな感じでテキスト上位で、この Weekday と曜日の配列が一致するかどうかっていうのをチェックした、この配列ですね。これを Ctrl S で反映させてみると、こんな感じで、この true とか fal、false true とか fal、false false true とか、まあ true と false のこういう配列になります。これ一致している場合は true で、一致しなかったら false ですね。で、この true を数えることができれば、それがイコール、この行の曜日と、 一致する個数っていうことですね。で、よくこの true が1、false が0みたいなこと言われたりすると思うんですけど、まあだからといってですね、これを、じゃあ、f a m で OK しちゃえばいいんじゃないですか。まあテキスト上位の代わりに今 sum にしたんですけども、じゃあこうしてやれば true を全部足すことによって、1個だったら1、2個だったら2っていうふうになるんじゃないのって感じがするかもしれないんですけど、これ ctrl S を押しても全部0なんですね。残念ながら true を1として見てはくれてないんですね、これ。 この true を1、false を0っていう数値として足すためには、これだけじゃなくて、このフィルターの関数を、この部分、この部分によって出来上がる true と false の部分を、この n っていう、まあ、1文字だけの関数なんですけど、 これで囲んでやんないといけないです。こんな感じで。もう一回対用すると、こんな感じですね。はい。この部分によって、ト r u e と a l ルスの配列が得られますけども、それをこの N の関数で囲むことによって、1と0の配列になるんですね。じゃ、これまた確認のために、テキスト、ドインで、一つの文字列にくっつけてみます。で、クルーと。 で、これでコントロール S を押してみると、こんな感じで、true が1、false が0として変換されるんですね。で、この配列を sum で合計してやれば、1が2回出てくれば2、1が3回出てくれば3なので、この1日から見た時にその曜日が出てくる回数をカウントすることができますね。では、この n を sum で合、OK、計しますと。まあ、今回はこんな感じで開業しまくってますけども、まあ、全部開業省いて1行にしてもいいですね。 ちょっと分かりづらくなっちゃいますけど。でこれで Ctrl S を押すと、はい、こんな感じで、このさっき求めた Count F の数式と同じ結果がこんな感じで得られてますね。で、こっちの Count F と違うのは、それぞれのセルに数式を入力してるわけじゃなくて、この D4 のセル、ここのセルだけに数式は入力されていて、まの一番下までスピルによって、ビョンと配列が伸びてくるっていうような状態になってます。では、月を3月に変更すると、こんな感じでビョンと伸びますし、 2月にすれば2月の日数分で今日は減りますね。という感じでマップの関数を使うことでこんなこともできたりしますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はマップの関数の 基本的な使い方と、まあ、実務で使えそうな使用例なんかを紹介したんですけれども個人的にはマップの関数で一番助かるなと思うのは配列を複数指定することができるっていう点ですね今回は日付の配列と曜日の配列っていう2つの配列を指定しましたけどももっといっぱい配列を指定することができますのでラムダによって計算するときの引数が何個も何個もあるような場合は このマップの関数を使うと便利ですね。同じラムダヘルパー関数でも、b y ローとか b y コールとかの場合は、引数として指定できる配列って1個なんですけども、それに比べてマップの場合は複数の配列指定できるので、このようにラムダの関数に渡してやる引数の配列が複数ある場合には、マップの関数をぜひ使ってみてください。はい、これで今回は終了です。こちらの動画は役に立った。 ためになったという方はぜひチャンネル登録、チャンネル登録横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。